もうするとそういった表情はそういう。Hello, boxing fans. What you're about to witness is a very strange fight. Why? Because it involves two brothers vying for a title. Throughout boxing history, there are lots of brothers who fought and won titles, but none of them fought each other for the title. Just like Michael and Leon Spinks, the Rhodes brothers, the Mayweathers, Kameda brothers, the Ruelas brothers, the Marquez brothers, and the Klitschko brothers, and many more. This odd fight happened in June 5, 1993 between the brothers Kusuo and Katsuaki Eguchi. Older brother Kusuo Eguchi was 24 years old that time and had a 10-3 win-loss record, while the younger Katsuaki was 22 years old that time and holds a 10-4 win-loss record. Here are the highlights of their Japan minimum weight title fight. ロープに追い込んだ。しかしここからが粘り強いんです。弟の勝崎ようやく落ち着きましたが、おっと左ロングフックレスを倒しました。その時には弟は相手に入りましてからはこの両選手、弟の勝崎がやりにくさとかあるいは手加減をするとかそういった表情は、そういうボディーが決まった。ボディーが決まりました。苦しそうだ、苦しそうだ。さあどうだ勝崎、エイチ森田健レフェリーが試合再開を命じます。ダウンを取りました。ここは攻めどころです。早く決着をつけたいという兄、口を開けます。それは泣き声のようにも見えます。果敢に攻め、逆に打ち返す弟、左フック、的確なパンチを当てます。兄がエイト、おっと反対か、左のフックですか。軽いパンチなんですけどね、おっと立ち上がれないか、ないか、立ち上がった。ファイティングポーズを取ります。このラウンドダウンをしています。おお、左側カツアキだ、カツアキが攻めます。倉持トレーナーによりますと、兄クスオの方は控え室の練習から体がどうも重いという話をしていた。今日のウェイトは江口クスオは104ポンド2分の1、リミットを2分の1ポンド下回っています。アウトアッパー見えております。これまで105、というのはその対戦をするということは考えられませんでしたね。ただスパーリングよくやります。浜田剛さんはそういう経験は、スパーリングよくやりますよね。スパーリングはできるんですよね。試合のことは考えたくない。江口が先手を取ります。江口クスが先手を取ります。何のクスが左にストレート、さあめったくだ。いや江口勝明4敗はすぐでは身内が肉親がチーフセコンドになることリングサイドで見るのも本当に腹立ちですね、はい、セコンドといえばましても大変なもんですからね、はい、1人で4人で今観戦中です。ラウンド4、兄の苦笑です。やるんですから目いっぱいやります。長く試合が持ちこたえるようなことがあればそれだけたくさんのパンチに語っておりました。第1ラウンドにダウン、芦田さん、はい、青コーナーなんですが、はい、窮地取れ、この試合に備えてわざわざ張り込みに行きます。目立ちタナリアの兄クスオです。一方の勝明は小さい頃はもうボディーブローです。弟のパンチを外しました。クスオ知れません。兄に殴られっぱなし、一方的に殴られっぱなしだった弟の勝明と耐えた弟の勝明、しかし今日は違います。浜田剛さん、はい、サウスポーに対してはあの右から攻めるというのが有効なようですね。マーノンという声援が飛びまして、まずお客さんからどっと拍手が起き、弟の勝明との対戦が実現したという。やりすると。やりすく。さあこれは有効だ。先ほどダウンを取った勝明会長の長男です。そして
次男が青コーナーに入っています。でトレーナー、クスオのボディを狙っていけということが出てきますね。そして相手に打たせておいて逆転を打ちました。やめましょう。あ、突き蹴り。さあこれをどう体を守ります。一発狙うのか、左のパワーを狙うのか。まとまってブローを出しますが、お互いにうまくブロックするシーンもあります。左のパワー。しかしその表情、兄のクスオ、そして江口勝明、泣いています。認定証93年、東京都において江口勝明と日本基礎老中会長になって10回戦を行い勝利を得たので、ここに。さあ兄が飛んでいきます。Wow, what a dramatic moment in boxing. That's it. If you like this video, give me a thumbs up and don't forget to share and subscribe. Thank you very much for watching.